ゲンです。モエです。ゲラーす。ショートについて語ろう。語っていく。はい、本日語るショートはマネージャーがいないチームあるある。はい、いわゆる気持ちの違い。はい、これです。まあね、これはちょっと僕が、まあ、メインで語らせてもらうんですけども、はい、まあ、僕たち高校大阪桐蔭でしたけど、はい、まあ、マネージャーいなかったですよね、はい、ってことはどうなるかというと、はい、雑用を、はい、まあ、もう 100% 1年生がやるのね、うん、まあ、2、3年生はまあ手伝う時もあるけど、うん、基本は1年生がやります、うん、で、まあ、たまにやっぱ対戦校にマネージャーがおるチーム、まあ、しょっちゅういますよね、うん、まあ、とりあえず僕はそのマネージャーいなかったんで、うん、まあ、前も一緒やけど、なんか同じ顔してないけど、マネージャーお互いいなかったんで、はい、大阪桐蔭にはマネージャーいないもんで、はい、やっぱ羨ましいよ、はい、まあ、もう言うたら嫉妬です。嫉妬動画です。なんで、ちょっとそれを、ちょっと見てから、喋りますわ、僕が。見せてください。じゃあまあ、見ていきます。はい。スタート。マネージャー、いないチームあるある。試合への気持ちの違い。うん、よっしゃ、試合前行くぞ、試合。よっしゃ。いつも通り勝つぞ。いつも通りやな。ああ、いつも通り行くね。ほんま。試合行ける。いける。よっしゃ、行こう。おい、先輩時代。ほんまや。刈り上げえぐい。今日の試合は、マネージャー様に世話ばっかしてもってるクズ野郎どもや。野郎め、クズって言うと思ってんの。あんなやつに俺は負けるわけないね。負けるわけない。俺は男だけでできた。今日の試合負けたら切腹じゃー。切腹じゃー。切腹だー。はいはい、ご覧の通り、マネージャーおるチームには絶対に負けれない。これつまりこの動画から読み取ると、うん、マネージャーがいるチームは、はい、全員クズやと。クズです。甘やかされたクズどもや。なるほど。はい。なんかさ、あと一歩で勝ち切られんチームとかあるやん。うわ、もう惜しかったなみたいな。大体マネージャーもそういうチームって。でも行政マネージャーやばいっすよ。行政だけはちゃうねん。これさ、そこがちょっと問題やねんな。因縁って行政って思うけどな。当院の行政でマネージャーおるとおらんどう。せやねんな。いや、俺も、この、まあ、マネージャーおらんチームの方が強いっていう説を、こう、提唱し続けててんけど、昔から。そう、行政だけ、厄介やねん。なんでかっていうと、もう強いチーム。東守護が、桐蔭学園、うん。まあ、大阪桐蔭もそうやね、うん。いない、マネージャーが。やから強い、ね。わかる？はい。でも、行政だけは、しかも結構な人数おるやろ。多分な。うん。なんか毎年ちゃんとおんねん、うん、で強いねん、うん、これだけが俺のこの説で厄介なので甘やかされてると思ってんねんけど、うん、何が俺ムカつくかって言ったら、うん、あのさ、マネージャーの動画、うん、結構僕出してるんですよ、はい、ショート動画、はい、マネージャーの動画出してんねんけど、それでムカつくんが、あのマネージャーをに感謝しない奴らが多いやろ。あー、はい、俺メインこれよ、その強い言わよ、うんうん、それはお前なんかよく言ってたな、ずっと。高校とかずっとですよね。合宿所で、はい、同じ宿舎に、うん、こうマネージャーがおるチームがやっぱり今止まるじゃないですか。うんうんうん、基本おるんで、どこも。はいはい。で、なんかマネージャーがこう、水タンク、うん、重いのを持って運んでたり、うんうん、なんかそれを見てる部員がそれをなんかこう、ほったらかして、フィーって練習行くのを見て、うん、なんか、こいつ、お前、何言うけんじしゃん。みたいな、インディアから中二病発してたのはずっと思います。なんでやねん。なんで中二病やねん。いや、つねえやって。思わんかった。なんでって思わへん。いや、まあ、俺らは、まあ、わからん。その、マネージャー、おったことがほぼないやん。うん、感覚があんまわからんけど、うん、なんか、俺らはその、もうみんなで、みんな1年生で行くからさ、うん、なんで、その、横に通る部員がさ、なんか、めっちゃ急いでるとか、うん、なんか荷物いっぱい持ってるとか言ったら、あれけど、もうなんか、へっちゃしか持てないのに、うん、その、重そうにしてるマネージャーの横を通り抜けていくねん。うん。持ってるよみたいな。とか、マネージャーにさ、まあ、試合中とかさ、うん、こうスクイーズボトル、あ、されるやん。投げて返しねん。あ、俺、それ見た時に、もうこんな奴ら勝てるわけないと思ったもんな。感謝の気持ちがないねん、感謝の気持ちが。え、熱高すぎる。いや、まあ、ええやろ、それは。感謝の気持ちがないんよ。俺もあれ見てもマジでブチ切れてたの、勝手に。全然知らんマネージャーやけど。マネージャーなんだよ。全然知らん高校のマネージャーやったけど、うん、ブチ切れてたから。だから、まあ、言ったらマネージャーおるチームが悪とは言わないけど、うん、マネージャーに感謝しないチーム、うん、これは悪です。僕にとって。はい。
感謝してください。当たり前じゃないです。みんながやってやらなあかんことを一部やってくれてると、うん、もうすごいことやから、うん、チームにとっておにぎりとか作ってんねん、うん、日清高校とかね、うん、今は分からんけどおらんだよね、日清高校マネージャーおにぎり作ってましたから。でもあの時マジでガチでキレてたからな。せやほんまに怒ってたもんね。え、どういうことと思った俺。ああ、え、自分のことみたいな。確かにそうやな。で、なんかお前が別に何の反応もしたとは気づいてんけど、それでも喋り継げてたな、うん、お前にな。なんかあとマネージャーおるチームと合同練習した時に脱いだやっけ、はいはいはい、俺らは普通にポンって脱いだやっけが、うん、こう畳まれて置かれてたんよ、うん、時間を経てば。そうそうそう、そんなわけないよな普通は。それにみんなえーって、まあ、俺らはびっくりするやん、遠いんやから、うん、マネージャーもなんか、うん、こんな現象が起きんやん、うん、こいつもやっぱすごい人一倍感動したと思う。まあびっくりして俺も、みたいな、もうこんなことになってんのみたいな。俺もう一回来て脱いだもん。そう、もう一回畳まれてた。うわこれあかん。ほら同じことし、いや同じことし、それが慣れてきて毎日違う普通になる。違うあまりのびっくりしてパニックやって、もうどう、なんで畳まれてんのか、なんだそれやって。俺は練習試合とかするなんかようわからんこことかおるやん、まあ、地方とか、うん、まあ、普通にあんま知らん、まあ、知ってる子なんだ、うん、誰もなみたいな、うん、そう連休でさ俺はね、その練習試合とかそういう試合中の態度にね、うん、感謝を示せると、まあ、僕がキレて、まあ、この動画を撮りましたと。はい、まあ、そんな感じでね、はい、まあ、僕が伝えたいことはマネージャーおるチーム感謝せえと、まあ、その一点で、もしもしねこの動画を見てる、マネージャーの方、はい、いらっしゃいましたら、いらっしゃって、うちの高校は全然感謝してられませんと、うん、ボトル投げます、うん、お礼言いません、うん、そんな高校あれば、はい、インスタで、まあ、コメント欄でもいいですわ、うん、DM ください、うん、行きます、一人行きます、はい僕がブチ切れていきます世直しです。でも引いては何につながると、強さにつながるから、やっぱ感謝がないとあかん。そんなボトル投げるチーム、ありがとう言わんチームが強いわけないから。とのことです。はい。なんで、もしいたら、連絡ください。僕がぶち切りに行きます。てか、マジで誰か来てほしいな、冗談でもいいから。こいつにマジ生かしたい。こいつ、口だけ野郎なんで、いやいや、ちょっと、お前生かしたいから。まあ、行きますから、僕は、マジで。まあ、そのね、ちゃんと、教えに行くわ。マネージャーに対する対応を。ドン引きされるな。こいつ、わざわざ来て何言うてんの。それでもいいですよ。なんで、ぜひ、この動画見て、要望があれば、DM ください。はい。はい。今日の動画はこんな感じです。はい。ちょっと熱上がりましたが。まあ、もがやに、マネージャー、指導してほしい人は、はい。高評価、はい。チャンネル登録、お願いします。まあ、こんな感じで、はい。今日終わりますんで、はい。また次の動画見てください。はい。じゃあ、バイバイ。